ちょっと行きましょう。どれしようかな。ささくれメロンさんからいただきました。はい、どうもー。やしさん、さくらさん、クラス。夏休みに突入して家でぼーっとしていると、最近ふとした瞬間に寝ており、時間がもったいないなーってよく思うんです。毎日1時間ぐらいはそんな感じで寝ているので、週に7時間も何かできる時間を無駄にしていると考えるとちょっとへこみました。そういう二人は寝落ちとかしますか？また自分の生活時間でここが無駄だなーと思うところがありますか？というところでね。生活時間か。いや、休みの日とかなんてもうずっと寝てるよ。私もできる。丸一日寝てたりする。はい。布団から出ないで、ずっと iPhone いじってたりする。外に出たくないんだよね、休みの日はね。出ないですね。あ、でもダメだ、私。教習所行かなきゃいけないから。リアルです。そうで、そうやって、あ、ちょっと今日めんどくさいな、寝てたいっつって、休みの日に寝ちゃって、教習所行かないから、まだ取れないんだよね。まだ取れない。私より後に行った子がもう撮った。え、本当ですか？昨日撮った。え、撮ってきた、さっき。嘘でしょっつって。本当ですか？うん。超びっくり。対戦ファイトーファイトー。まだ仮面前なんだけど。その仕組み、仕組みがよくわからないんですか？仮面前の効果測定っていう、うん、まあ、小テストみたいな、テスト前テストみたいなのに受からないと、うんうん、仮面の試験が受けられないの。あ、小テストに受からなきゃ中間テスト受けられないみたいなやつ。超シビアじゃないですか。そう。パネ。まず今私その小テストの段階。マジっすか、パイセン。マジパンっすね。教習所一パンっすね。マジやべえ。ベーベー、マジベーよ。パイセンベー、パイセンベー、パネ、パンっす。そんな感じです。無駄な時間はいっぱいあると思いますけど、まあ無駄もそれもまた人生ですから、うん、そうですよ。寝る時間大事よ、うん。